今日はお金の話をしたいと思います。不妊治療のお金の話といえば、皆さんなんとなくお金がかかるというイメージはあると思います。しかし実際にいくらぐらいかかるのかと聞かれて即答できる人は少ないと思います。これは不妊治療が本質的に持っている複雑さや、夫婦ごとに年齢などによる身体的事情が違うという個別性によるものが大きいと思います。また不妊治療に関しては、なんとなく治療費が高い、健康保険の適用外になる、助成金が利用できると聞いたことがある、体外受精などいろんな治療があるというような断片的な情報が広がっているだけで、不妊治療のお金に関する全体像を分かりやすく説明しているサイトや機関がないといったことが長年続いている結果だとも思われます。したがって漠然とした情報しか持たないまま妊活に入る方も多いのではないかと思います。私もそんな漠然とした情報のまま入ってしまったうちの一人でした。そして暗闇の中を進むような、はっきりとした方針や全体像のイメージを持たないまま不妊治療をしていました。いつもなんとなく精神的に不安を抱えていました。なので不妊治療のお金回りのことはざっくりとでも把握しておくことがとても重要だと思います。例えば価格表のないお寿司屋さんに行くにしても、大体の予算が分かっていて行くのと全く分からない状況で行くのでは精神的にだいぶ違うと思います。だからこれから妊活を考える人たちのためにも、なるべく分かりやすくその辺のお金回りを説明してみたいと思います。まず妊活のお金回りのことを3つの概念に分けてお話ししたいと思います。その3つの概念とは、1つ目は治療費、2つ目は助成金、そして3つ目が控除です。不妊治療のお金の話は大きくこの3つに分類されます。それではまず1つ目の治療費の説明からいきたいと思います。困ったことに治療費はだいたいいくらですというように単純に言えません。なぜなら不妊治療には様々な治療があり、段階を踏んで高額になっていくからです。これを図でわかりやすく説明している資料があります。内閣府選択する未来 2.0 第3回会議の資料がこちらです。わかりやすいように治療費の部分を赤線で囲みました。こちらの資料の URL は概要欄にも貼っておきます。この図を見てわかるように、まずは数千円のタイミング法からスタートになります。その後ステップアップしていきます。イメージ的にはタイミング法から人工受精になり体外受精になるというふうに考えるとわかりやすい気がします。またそれぞれの治療を何回するかも夫婦によりまちまちです。次のこちらの図は厚生労働省が発表している不妊治療の各治療の平均回数を表すものです。こちらの資料の URL も概要欄に貼っておきます。こちらもわかりやすいように赤線で囲みました。ご覧の通り、平均周期はタイミング指導が 7.87 周期、人工受精が 4.73 周期、体外受精が 3.72 周期、顕微受精が 2.12 周期になっています。つまり前日の治療費かける治療周期の費用がかかるということです。また同時に複数の治療を行う場合もあります。ちなみに私たち夫婦の場合は、不妊治療を始めたのが40歳と高齢だったこともあり、すぐに人工受精の治療に入りました。なのでタイミング治療プラス排卵誘発法プラス人工受精の合わせ技のような治療をしていました。それをだいたい半年間続けて運よく妊娠に至りました。なので私たち夫婦の場合、概算にはなりますが、治療前の検査、診療代、交通費など合わせて40万程度かかったと記憶しております。以上が治療費に関するざっくりとした概要になります。続いて2つ目の助成金と3つ目の控除のお話になりますが、治療費の説明だけで結構長くなってしまいましたので、次回の動画に持ち越したいと思います。それではまた。